らワッフルを食べに倒れた。え、なんか今日あれだよ、ヒロシの夢見てて、え、パッて起きた。なんヒロシがいた。俺もさやの夢見てる。夢の内容覚えてない。覚えてない。うん。何、ポジティブな夢？多分ポジティブな夢だと思う。俺めっちゃネガティブな夢。なんかネガティブな夢最近見るよね、ヒロシ。現実世界がポジティブすぎて、ちょっと夢ぐらいネガティブなこと見とかなあかんなと思って。てか、なんかそんなに私夢を覚えてないんだよね、朝起きて。なんかは見てるんだけど。俺全部覚えてるわ。すごいね。だから眠りが浅いんだよ、だいぶ。すごいやろ。眠りが浅いね。そうかもな。面白いかぼちゃがいっぱいある。お、見て、こっち大きいやつある。なんかすごい。あ、ハロウィンか。まだあと1ヶ月ある。分かってた？ハロウィンって別にって意味やから分かってなかったでいいや。ワンツー。アンドゥと揺れてる。今から2ヶ月越しのヒロシのバースデーディナーに行きます。ありがとうございます。まさかやったわ。今日普通にでも今日なんかいつ計画した？いや、なんか前から計画してて、でヒロシが。やだ、あのヒロシが今日行こうみたいなの言ったじゃん、うん、昨日の夜言うか迷って、うん、結局まあギリギリまで秘密にしとこうと思った。よくしてくれた。ニューヘアさえめっちゃ可愛い。
めっちゃいい匂いすんな、海鮮の。ご飯めっちゃ美味しそうです。ここはのキアラがおすすめしてくれて来たから、ご飯も美味しいから。絶対美味しいな、キアラセンスあるから。昼間はあんま時間つぶれてどっか行ったりとかあんましたくないのかなと思って、うん、夜にした。ありがとうございます。で今週は、ね、お気遣いいただきました。唯一何もない週だったから。そうやな、あでも嬉しい、こうやって2人で出かけるのが。最初はさ、本当はワイナリーでそこでご飯食べるってどうしようと思ったけど、まあ、それがお昼だからなんかどうかなって思って、で夜ご飯にしようと思っていろいろ見てて、なんかオタップっていうところね、オタップっていうなんかいい感じのレストランあるみたいな言ってたじゃん。そこに連れて行こうと思って、でもそこが予約ができないって聞いてたから、もう直接オープンと同時に行こうと思ってたの、ね、でそれをこの間木曜日かにキアラとヘイリーに言って、そしたらキアラがオタップ閉まって、あーオタップってあこか、うん、なんか別のお店になってたよ。マジで、なんかワインバーみたいになってて、マジかと思って、でいろいろ教えてくれてキアラが、なんかそういうことね。なんか他にもなんか良さそうなところはあったけど、なんかご飯が美味しそうなここは。ご飯美味しいとこ、なんかあんま最近行ってなかったけど、めっちゃ楽しみ。雰囲気良さそうなとこはいっぱいあるけどさ、ご飯の量少ないとか。それは間違いない。楽しみ。ここは美味しいらしい。ありがとう、いろいろ考えてくれて、そして気遣いいただいて。まあちょっと最近バタバタしてるから、だからちょっと、でもなんか嬉しいです、こう2人でまず出かけられたのと、ね、こうやって祝っていただいて。なんでいただいてるの急に硬くなるじゃん。礼儀正しいから。ごちそうさまでした、さえ。ありがとう、幸せですね。美味しかったね。美味しかった、めっちゃ。あと1軒だけ行って帰ろうか。ありがとう。ありがとう。発生
エディション。カスエディション。おお。めっちゃいいやん色。めっちゃ色でよかった。かわいい。かわいい。ご飯炊けた。ご飯炊けたし最高やもん。ベストタイミング。私も持ってるカス。めっちゃ可愛いなマジで。サイズベストちゃう。うん。どっちでも使えるよね。仕事でも、うん、あの、私服でもね。割と入るか。一回入れてみたの。うん。ありがとう。おめでとう。ありがとうございます。